国道14号起点日本橋中央の日本国道路原表国道14号終点千葉県千葉市広小路交差点国道14号は東京都中央区から千葉県千葉市に至る一般国道である国道14号起点東京都中央区日本橋日本国道路原表があることでも知られる東京都中央区の日本橋を起点に江戸川区を通過して千葉県に入り 終点の千葉市に至る路線で首都高速7号線と並行し、東京湾岸道路とともに東西方向の交通を担う京葉地域の主要幹線道路である。東京都江戸川区から千葉県千葉市までは千葉街道と京葉道路の2路線が並行して存在している。一般国道の路線を指定する政令に基づく起終点及び経過値は次の通り、 船橋で桜街道から別れ、千葉、木更津を経由して、安房に至る江戸湾沿いの街道は、房総王館、千葉街道などと呼ばれてきた。明治時代になり、東京から千葉館を、千葉街道、千葉から館山館を、房総街道と呼んだり、東京から千葉館についても、房総街道と呼んだりと、具体的に街道名は決まっていなかった。千葉駅付近の、 かつての一方通行区間ここでは、千葉街道の区間について説明する。東京都江戸川区の東小松川交差点で、千葉街道を左に分ける。その後、東京都道308号千住小松川、火災沖線から分かれた後、すぐに片側に車線になるが、500メートル程度ですぐに片側1車線になる。その後、鴨も中学校前交差点で、 東京都道318号環状7号線と交差し、新中川を渡り、小岩地区に入る。その後、片側に車線になるが、250メートル程度すると、すぐに車線減少。その後、小岩の市街地を進んでいき、千葉県道、東京都道60号市川四次線、東京都道315号岡地町小岩線と、交差した後片側に車線となり、 市川橋で戸川を渡り、千葉県市川市に入る。そして市川駅前を通過すると、片側1車線になる。東京外環自動車道、国道298号を過ぎ、船橋市、奈良市の市を通過したら、千葉市に入り、京葉道路幕張インターチェンジを過ぎると、片側2車線になり、比較的流れは良くなる。それでも朝夕には、渋滞が発生することもある。 なお、奈良市の市、津田沼千葉市外環のかつての海岸線はこの街道筋の位置にあった。そのためこの区間の上り東京方面に車線がほぼ直線なのに対し、急道を回収した下り方面に車線はかつての海岸線に従うように微妙ながらカーブしている。国道357号と重複する千葉市三浜区、正後千葉市中央区上りとの上りと交差点までは、 片側三車線工事が行われ2016年に完成し、朝夕の渋滞が緩和された。上りと交差点を左折し、千葉市内の繁華街を進み、終点の広工事交差点へと至る。かつては、千葉駅付近にある、外房線、京成千葉線高架下の交差点から、中央公園交差点までの一方通行区間279メートルが、 国道14号の道路区域として強用されていたが、緊急輸送道路として、一定の福音を有する対面通行可能な道路が望ましいとして、2014年3月20日より、富士見東電前交差点を経由する420メートルが、国道14号の道路区域に、編入279メートルの一方通行区間は、千葉市へ移管され、千葉市道富士見29号線となった。 東京都江東区亀戸駅付近のおよそ0 4トルについて、車道に幅2 0メートルの自転車道が設置されている。国道357号との重複千葉県千葉市、三浜区幸町千葉県船橋市本、中山井戸川区千葉市は、京葉道路を除く交差する道路一般国道と県道。ありがとうございます。